ここが思い出の場所なんですよね。いや何気ないあの本当にあの渋谷の一角なんですけどもね、やっぱ思い出がいっぱいありましてね。23歳で海援隊としてデビュー、翌年上京した哲也さんにとってここは原点とも言える場所。上京後1年でブレイク、紅白歌合戦に初出場したものの、その後は鳴かず飛ばず、生活費にも事欠く中、哲也さんは福岡にいる母の育さんに夢を諦めふるさとに戻りたいと弱音を吐いたそうです。ところが母はその時こう言ったと言います。もしかするとちょっとこのままダメになるかもしれないから、俺は女房もう妊娠してるんで九州へ帰ってこようと思うんだと言いましたら、我が母が弱音を吐くなと、とりあえずこれをつって、そのお酒に缶をつけて私にコップ酒を勧めるんですね。乾杯乾杯、おめでとうおめでとう、武田鉄矢さん大成功おめでとう。母ちゃん何もめでたいことないぞと、今落ちぶれ果てて帰ってくる相談をあんたにしてるんだっつと、いや鉄矢、お前の背中には貧乏神が取り付いとる、落ちぶれ果ててもめでたいめでたいととんちんかんなこと言うと貧乏神がなんと取り付きがいのないやつだって、いい、そんな風に思うかもしれん。そんなしょうもない小芝居をやるんですな、愚かな母だと思いつつも、まあ我が母らしいなと思って乾杯司会して一杯そのコップ酒飲んだんでありますな。哲也さんの人生に重要な一言を言ったもう一人の女性がいます。妻の節子さん、福岡時代から哲也さんの音楽活動を見守り、夫の夢を支えるため共に上京、しかもこの時お腹に赤ちゃんがいました。八方塞がりの中、節子さんはこの坂で哲也さんの心に生涯刻まれる一言をつぶやくのです。もう忘れもしない12月の31日大晦日の夜、女房と妊娠してる女房と原宿の小さなスナックで皿洗いのバイトやったんですよ。それで原宿のそのバイト先から除夜の鐘が鳴るその夜に、歩いてね原宿から青山を抜けてこう通りかかってこの坂道をね登ってきたんですよ。女房が突然この坂道を振り返ったんですよ。それで女房が何気なく、ここの景色よく覚えとこうねって言ったんですな。でなんでここよく覚えとこうってそんなこと誘うのって聞いたら、ここきっと貧乏のどん底よって言ったんですよ。でその言葉はハッとしたんですけど、女房笑ってるんですよね。背中に取り付いた貧乏神を追い払い、福を呼び寄せようと笑った母。貧乏のどん底を見たから、あとは上り坂だけと哲也さんを励まし、やはり笑った妻。女っちゃ元気いなと思いましたね。こんなに俺が苦しんでるのに、こんなに俺が考え込んでる悩んでるのに、さあ歩こう歩こう、さあ旅立て旅立てって、そう二人の女から尻と背中を叩かれ押されて登った坂道ですな。哲也さんはどん底の日々を過ごしたアパートへと向かっていました。ああよう歩いた道だてこれ母ちゃんと、本当に。これだよね。わあ懐かしいな、こんななってんだ。へえ、いやー懐かしいな、なんかゾッとするね。ポッと出てきそうなね、食えない武田鉄矢が、やっぱ場所って本当霊の場所だな。暗闇でもがいていた日々、原点ともいえるこの場所でふと漢字が浮かんできました。
きますかね。戯曲の戯なんですけど、やっぱりこの文字もなんかやっぱり白川博士の説にこう導かれてハッと見つめ直した字なんですが、甲骨文字では実に不思議な文字です。全然違う文字でしょ。実はね、これね、これ飾りをつけた矛なんです。なぎなた、つまり虎の毛皮を着た、そう、なんかお祭りの役者なんでしょうね。その人が椅子に座っている、それを後ろから矛で打つんですね。でこれは白川博士が絶妙の言い回しでこんな言葉を残していますが、よしくって言いましてね、戦に出かけるときにこの戦が勝てるように虎の毛皮を着た人をあえて椅子に座らせて矛で打つふりをして、よし俺たちは怖いものに勝ったぞって勝ちのお祝いパーティーをやって戦に出かけるというそのお芝居なんで、これが戯曲の戯になり、本気ではないっていうことで別の読み方で戯れるになったという。虎を打つポーズで戦いの勝利を祈り運を呼び込む、これが白川博士の読み解いた戯の意味。母も妻も最高の瞬間をあらかじめ祝っておく予祝の儀式を行ってくれたのだと今哲也さんは考えています。何しろこの後想像もしなかった幸運がどん底の哲也さんに舞い込むのです。この珊瑚礁の本当に申し訳ありませんが、その当時の安アパートに住んでおりました。今はねハイツになって高級ハイツになりましたけども、安アパートに住んでいて、実はねここに届くんですよ、幸せの黄色いハンカチの台本が。幸せの黄色いハンカチ、それは哲也さんの運命を変えた映画への出演オファーでした。武田哲也がどのくらい嬉しかったか分かります？パッと開いたら主演高倉健、倍賞千恵子、桃井香織、四つ目に武田哲也ってあるんですよ。映画のタイトルはもちろん幸せの黄色いハンカチ、女房と母親のこの戯れからこの戯曲に出会い、ここから大きく人生の曲がり角を曲がったような気がします。どうも、色がワンワンって覚えてすいません、申し訳やけに声が聞こえる、申し訳ありません。昔そうです、ねえ昔ここにすいません、ボロで、いやあの頃ですよ、本当にボロでした。いや、とんでもません、あの頃はあれだったんですけど、今立派なハイツになって、でももう34年なんです、ここを建て替えて。そうですか。やっぱりボロボロなので、はい、このぐらいアパートだったんです。でなんかこんなところに住んでるとガス中毒、なんか換気性が悪いとかって週刊誌に書かれて。何をおっしゃいます、私はそんなこと口が裂けても言いません。父が激怒しております。もう亡くなりましたけど、よかった。そんなこと言っちゃこの一文字に申し訳ない、本当に。またぜひよろしくお願いします。ゆっくりどうぞ。はい、わかる、どうもすみません、ご迷惑かけました。すみません、お邪魔します。はい、すみません。